ヒデチャンネルがいつもちょっと若干テイストが違う感じでお届けしておりますが、大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。やばいです。僕はあのいじるのは好きなんですけど、いじられるのは割と苦手にしてるんで、はい。そしてね、こちらでは僕はずっと撮られてるんですね。怖いです。はい、皆さんいつもこういう気持ちなんですね。はい、気にせず行きましょう。よいしょ。こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ヒデチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。じゃん、ということで55年の後期のセンシオの4倍のジャパンです。こちらのオーナーさんの後ろにいらっしゃるんですよね。はい、ということでね、気配を感じながらね、ビクビクしながらお届けしていきたいというふうに思います。それではね、詳しく見ていきましょう。やらない。今回ご紹介する車両はこちら、5代目スカイライン、通称ジャパン。販売期間は1977年から1981年。乗車定員は5名で、4ドアセダン、2ドアハードトップ、3ドアおよび5ドアワゴン、バンなどがあった。駆動方式は FR。パワートレインは L20ET および L20E、LD28、Z18 など、スカイライン史上初のターボを搭載したモデルでもある。変速機は3速 AT、5速ミッション、4速ミッションの設定があった。全長4600ミリ、全幅1625ミリ、全高1390ミリ、ホイールベース2615ミリ、車両重量は1170キロ、突筆事項として、総販売台数は約14万台と、ケンメリに次ぐスカイライン史上2番目の記録を残している。すみません、オナーさん、お願いします。ということで、ね、まずオナーさん、わかりました。多分、今光で飛んでると思います。オナーさん、あれですよね。YouTube やってらっしゃいますよね。スズランチャンネルです。はい。はい。いつもおなじみ、スズランチャンネルさんです。ね。すぐ人を隠らせます。来るんだ。先ほどね、あの、なぜまた赤い反応の方を押し上げでしょうか。そもそも嫁さんの中でも、はい、これは大丈夫でしょうか。ちょっと今もう外して頭と思います。ということでね、はい、前期仕様ということでね、丸目4灯になっています。なるほど。そしてね、僕個人的にいいなと思ったのが、このヘッドライト3つ目ですか、この球面じゃないやつ、球面、ペタッとなってるやつがね、めちゃめちゃかっこいいですよね。前期仕様いうことですか。あのね噛み合おう。あのね、若干テイストが違う YouTuber 同士なんで、なかなか噛み合わないというね、あのことが起きていますけれども、あのよろしくお願いします。はいはい、悪意はないんです。はい、はい、でこちらはね、あのエアスクープになっていて、空気を取り入れるといった感じでしょうか。入口があって、あと開けますけどね。はい。道になってますか、ちゃんと。あ、本当ですか。はい、楽しみです。はい。はい、ということでチンスポがついてるんですけど、こちらはジャパン用。そうですそうです。ジャパン用です。なるほど。ね、先ほどのジャパンと同じようなタイプかな。はい、はいはい、大丈夫ですか。はい、これ僕はどんな風に考えようとしてます。スズランチャンネルに上がるんでしょうか。はい。大丈夫です。はいはい。大丈夫ですか。はい。そしてね、この、はい、砲弾ミラーがついてるんですけども、ね、ええ、
一番僕ねさっき見ててあと思ったのがバーフロンちゃんが黒いいうことですか。これはね、はい、汚れです。これは思いました。あの汚れです。多分ねブレーキパッドがすごい攻撃性の高いやつですね。外車みたいなやつがついてるんだろうなって勝手に思ってたんですけど、いやそうじゃなくてね、バーフェンついてないんですよねこれ。そうです、ついとる上にパテ埋めして、はい、はいはいはい、はい、埋めてるんですよ。なるほど、はい、で塗り替えて。そうですそうです。なるほど、はい、ね、こうさ、もともとバーフェンをついてる上にパテ埋めと。そうです、そういうことになってるんですね。なるほど。でこちらのねちょっと外車チックなロンシャンなんですけれども、これはな何 J なんでしょうか。これは15インチの 8.5 ですね、はい、8.5J のマジョラカラーです。なるほど、はい、マジョラカラー、こんなマジョラがあったんでしょうか。あったんでしょうか。どうかちょっとやってみましょうか。どうですか。あ、あららら、マジョラが、あららら、マジョラ、剥げました、剥げました、やばいですね、やばい。まあでも5キロほど走ればまたマジョラ復活すると思う。復活します、ね、はい、再生からです、ね、若干のテイストが違う感じ、皆さん、ね、視聴者の皆さんちょっとついてきていただきたいというふうに思います。はい、そしてリアもね同じく、あ、そうです、バーフェンをパテ埋めしてカラーリングしてあるということ で、なるほど。そのホイールの色が前と違うんですけどね。あ、そうですね、はいはい、こちらマジョラ仕様になってないですよね。これはまだもうちょっとドラムなんでなかなかならないんですよ。絶対ならないです。絶対ならない、ね、なるほど、そういうことなんですね。はい、皆さんこんなおちゃらけてますけど、実はね真面目な話もしてくださいよ、はい、さっきのスズランさんがねこれ創始者なんですよね。そうですそうです、一応パイオニアで2008年結成しました。はいはい、もう広島では老舗の旧車チームということで、はい、14年になります。ね、14年のね、14年の貫禄がここに詰まってるのでしょうか。出ているかな。ダメダメダメ、それは出してはい、ということでね、あんまりカメラを向けるとね、本気を出されてしまうと怖いので車を映しましょうね、ということでね、はい、バーフェンもねパテ埋めしようってことなんですけども、スポイラーもね埋めてあるんですね。これはあれですか、ジャパンの3ピース、元は。そうですね、ジャパンのフォードワイ用で。なるほど、はい、なるほどね、かっこいいな。これね、僕初めてこの3ピース見たんですけど、ここがね、ぐーっと弓なりになってるんですね。そうです、これはね、なかなか渋い感じだというふうに思います、はい、そしてね、なんていうのかな、このシルバーのカラーリングがね、やっぱりね、箱スカからこう、つながってきてるんだなっていう感じになりますよね。このサーフィンラインもきっちり2本出てますね、素晴らしいというふうに思います。といえばやっぱりこの丸め4頭のテールじゃないんでしょうか。これ若干ねさっき気になってたんですけど、実は僕の前に走ってたのがジャパンジャパンだったんですよね。そうですね、はい、でブレーキランプが、はい、真ん中がつくのと2頭にしとるんです。外がつくのと2台あって、どちらが正解なんでしょうか。正解はですね、はい、
テールがついて、テールつきます、はい、4つ、はい、でブレーキは真ん中なんですよ。真ん中が中央2個がつくんですけど、はい、僕のはもうあの真ん中全部殺しとるんですよ。なるほど。で夜ライトつけて外2灯 でブレーキ踏んだらなおかつその外2灯しかつくだけがつく2灯式ですね。だからあるけどワンテールしようっていうイメージで。そうですそうです。いいですね。そうですそうです。なるほどなるほど。ワンテールが好きじゃないんですよ。なるほど。テールで2個しか光らない。なるほど。整備不良仕様で。なるほど、はい、とりあえず村灯をつけとかなきゃいけないですね。はい、という、なるほどね。そういうね、細かいこだわりがあるのが旧車なんですよね。はい、こちらにはね 2000GTEX というねバッジがついてますね。はい、モールがないんですよ。ここへこのモールをわざと外すんですよ。なるほど。でこうちょっとこうメカニカルなような。なるほど。これ箱スカでいうところのバンパーレス仕様。そうですね、ええ、なるほどね。バンパーなくしちゃったらかっこ悪いんで。これそうですよね。あれ箱スカ以外でやったらダメですよね。 S30Z と箱スカでしかできないですよね。なるほどね。もうやっぱりね14年もね旧車のチームやってらっしゃるということはね、このこだわりがね詰まりまくってるわけですよ、いろんなところに。そしてね、はい、マフラーにはね、これは溶けないんでしょうか。溶けますね。あのうるせえマフラーっていうのを、はい、あのアゴタンさんからもらっとったんですけど、はいはいはい、あの焼けまして。なるほど、ええ、で代わりに、ええ、代わりにちょっとあのうちの貼ってます。なるほど、そういうことなんですね。ちょっと脱着式マフラーになってまして、もう、はいはいはい、チタンなんですけどね、途中からあのナスカンと、はいはいはい、で上で超ネジで止めとるだけ。なるほど、そういうあれなんですよね。若干これ僕のチャンネルに上げれるかなぐらいの感じなんですけれども、室内は見ない方がいいかもしれないですね。まあまあでも使えるとこだけ。いいですか、どうぞ。失礼します。はい、はい、ということでね、はい、こういう感じでね、内装が ね何にもないですね。もう車検に絶対受からないやつですね。もうちょっと数年前苦しい時期がありまして、はい、あのお米も買えるお金がないということで全部あの売り取ったり売ったり。内装が米に変わってたと。そうです、米って。なるほど、米騒動があったわけですね。そうです。なるほど。でまあ運転席しかなかったんですけど、はい、ちょっとあのカメラマンさんが乗るんで、はい、助手席はつけてますけど。助手席はつけたと、はい、もう何もないです。なるほど、はい、ね、後ろにあるのはもう扇風機だけというところで、はい、サーキット仕様で。サーキット仕様ですね、これは、はい、なるほど、ね、メーターもね、亀有のがもう無造作にドンと鎮座してます、ね、こんな風に。青いやつはあれです、はい、あの一応そこの青いやつですね。あ、これですね、はい、あの踏ん張りパッドですね。コーナー曲がるとき高速コーナーなるほど、このバケットじゃ若干このホールド性が足りないと。足りないですね。という時にこの左膝をここに当てて、4点シートベルトともう踏ん張りパッドと。なるほど。本当にレースするんですか。そうですそうです。サーキットを走って。なるほど。あとはまあ通勤車でこれ。なるほど、サーキットも通勤。なるほどね、こんな感じでね、これあの若干このCカンが外れてるのは。あ、大丈夫です。大丈夫でしょうか。はい。で、あそこパイプが通ってるじゃないですか。あの黒に塗ってますけど、扇風機。はい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 。あれはもうトランクからずーっともうエンジンルーム来てるんですよ。あれ燃料なんです。なるほど、燃料配管をこう、ね、室内で回してると。なるほど、そういうことなんですね。これがトランクが全部。あ、聞いてきた。全貌が明らかになった。ここなんですね。いやー、ちゃんとやってらっしゃるんですね、はい、しかも2機掛け。これはどっちか1個予備。いや、2機はもう常時で、で下も電磁ポンプが1機で3機掛けなんですよ。ずっと常時3機掛けで、なるほど、あらゆるとこから入っとるような感じで。はいはいはい、でもうガソリンをグッと絶対ゼロにさせないというところで、全部自分でこう迷路みたいに書いて考えて。なるほど、ね、燃費が悪いだけです。燃費が良かった。なるほど、ええ、まあこれアルミなんで全然ベンダーなんかで使って曲げんでもくにょっと、ええ、なるほどね、なるほど、はい、こんなところにこだわりが詰まっているんですね、はい、小野さんエンジンルーム見せていただいてよろしいですか。してないけど見ますよ、は
ありがとうございます。いきますよ。ありがとうございます。おお、年季が入ってるだけですけど。なるほど、さっき の風ですね。これですね。はいはいはい、いや、このね、手切れますよ切れそう。でもこれに若干あのこだわりは感じますね。そうですね、なるほど、素晴らしい。そしてこれキャブレターはウェバーなんですね。ウェバー50です。なるほど、はい、もうめちゃめちゃ希少じゃないですか、ね、中をもうあのちょっと内緒なんですけど、いろいろ改造してます本当に。ずっともうノートに書いて何回も走って、もうだから本当にレースしてるんですね。もうあの若干の先ほどのノリとかだと冗談かなって思ってたんですけど、いやこれは本当に出ているかな。やったんですね。なるほど、ここから出てますかね。そうですね、ピュッと出てますね。いやー、来てこう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 ですね。ちゃんとね、あのこう常時巡回するようにね、燃料もね、ずっと冷えた燃料が来るようにみたいなイメージでちゃんとやってるんですね。素晴らしいというふうに思います。僕もねこれはやりたいんです。あ、うん、これはね、なんかやっぱ昔04が流行ってた時に車に乗り始めたんで、やっぱりねこのぐるぐる回すやつはやりたいなと。リンクになりますからね。そうですね、はい、この辺なんかもね、本当にご自身で何でもやっちゃうって感じなんですね。オーナーさん、すいません、エンジンかけていただいてよろしいでしょうか。はいはいはい、これ多分ねヒデチャンネル初なんじゃないのかな。ウェバー、はい、3.1 なんで。なるほど、はい、おお、なんということでしょうか。なんということでしょうか。めちゃめちゃいいスピードムラウトしますね。なるほど、なるほど、いやね、やってあるんですね。後ろはねこんな感じになってますよ。サーキットも走れる、通勤快速仕様、渋いです、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ヒデチャンネル初ウェバーいただいたところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、あの、はい、スズラチャンネルよろしくお願いします。あとイベントの告知もお願いします。はい、あのね、真面目モードなんでちゃんとエンジンを切るんですね。これがいるんです。あ、なるほどなるほど、ここら立っとく、あれ、おお、あった、これです。はい、いいんですかね、はい、はい、第1回広島スズランレーシング、はい、チャリティーミーティングっていうところで、はい、時ところこちらはね、僕のね動画の概要欄にもね貼っておきますね、はい、ありがとうございます、はい、でね、はい、来てください、はい、これで、はい、行くのかな、 QR コードで行きます、 QR コードで行くのかな、スズランチャンネルです、はい、この画面をね、はい、スクショしてください、はい、ということで、はい、オーナーさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい。